映像は様々な世界を私たちに伝えてくれます。しかし私たちの周りには肉眼で見ただけではわからない現象がたくさんあります。例えば雪や霜はどのようにしてできるのでしょうか。雪のでき方を明らかにする試みは日本の低温研究の出発点といえます。そしてその時最大の武器になったのが顕微鏡と映像の技術だったのです。顕微鏡は肉眼では見えない小さな雪の結晶を捉え、映像は一瞬で消えてしまう結晶の姿をそのまま記録しておくことができるからです。やがて結晶を人工的に作ることができるようになると雪の研究はさらに進歩しました。温度や湿度を変えて作られる結晶のいろいろ、雪の研究は顕微鏡と映像の協力によって初めて可能になったと言えるのです。顕微鏡映像は生物の世界でも大きな力を発揮してきました。これはプランクトンなどの海中微生物を顕微鏡で捉えたもの。海の中には不思議な形の生き物がたくさんいることを私たちに教えてくれます。メダカの小さな卵の中を顕微鏡で覗くと目や心臓ができていくプロセスを捉えることができます。もっと小さな世界、結核菌に対して白血球はどのように反応するか。白く折れ曲がって見えるのが結核菌。そこへ白血球の一種が近づき食べてしまいます。ミクロの映像は物質の世界も捉えています。硬いだけと思われている金属も顕微鏡を使うとこんなに美しい結晶が見えます。これは一体何でしょうか。液晶と呼ばれる新しい材料で電卓やスピードメーターのカラー表示をはじめとして広い用途が期待されているもの。電圧や温度の違いによってまるで生き物のように変わる液晶の姿が顕微鏡によって確かめられています。さらに電子顕微鏡の利用はミクロの世界を一層広げました。数万倍に拡大すると金属の表面や結晶は実に不思議な姿を現します。そして現代の電子顕微鏡は分子や原子の姿も捉えています。なんと1000万分の1ミリという超ミクロの世界です。見ることは知ることだと言われています。私たちは映像によってさまざまな未知の世界を見ることができます。
しかし、私たちの見る能力には一つの限界があります。例えば、あなたはトンボの羽の動きを肉眼で捉えることができるでしょうか。トンボは1秒間に50回近く羽ばたくと言われています。こうした素早い動きを何とか見ることができないかと人々が考えたとき、高速度撮影、つまりスローモーションの技術が生まれたのです。高速度カメラを使って撮影された一つの有名な映像をご紹介しましょう。一滴のミルクを皿の中のミルクに落としたとき、どんな現象が見られるか。400倍に時間を伸ばしてみる。ミルクの王冠と名付けられたこの映像は、スローモーション撮影の素晴らしさを人々に強く印象付けました。そしてこの技術はたちまち科学の分野で大きな役割を果たすことになったのです。30倍に時間を伸ばしてみたカメレオン。カメレオンは舌の先で器用に餌を取ることが分かります。170倍に時間を伸ばしてみたトンボ。トンボは前羽と後ろ羽を交互に動かして飛んでいることがよくわかります。スローモーション撮影はスポーツにも利用できます。スローモーションによって細かい動きが分析され、新しい技や練習方法が工夫されます。トップレベルのテニスプレーヤーのサーブは時速200キロ近いスピードで打ち出されると言われています。そのサーブの一瞬を300倍に伸ばしてみると、これは沸騰する水をスローモーションで見たもの。泡のでき方を詳しく知ることはボイラーや原子炉研究の基本になっています。これが何かあなたは想像できるでしょうか。実は花火をスローモーションで見たもの。この光の玉の動きが私たちの肉眼には光の線に見えているのです。映像は時間を短くする技術、つまり微速度撮影も開発しました。おしろい花のおしべとめしべ、白いめしべを黄色いおしべが追いかける。ヘチマのツルはどのように動くでしょうか。時間を短くすると面白い風景を見ることもできます。これは秋の宮島、厳島神社の一日。12時間を1分に縮めてみると、
氷。流氷の研究にも微速度撮影が大きな役割を果たしています。毎年オホーツク海に押し寄せる流氷は大変複雑で分かりにくい動きをすると言われています。しかしレーダーによる観測と微速度撮影を組み合わせると複雑な流氷の動きを短い時間で見ることができます。この映像はある4月の数日間を5分間隔で撮影したもの。左下半分は陸地、右上から下ってきたのが流氷、小さな点々は漁船の群れです。これを見ると流氷はただ押し寄せるだけでなく非常にダイナミックな動きをしていることがわかります。こうした映像の分析が流氷や海流の謎を解いていく重要な鍵になるのです。このように時間をコントロールすることによって私たちは多くのことを知ることができます。しかし人間の見たいという欲求には限りがありません。捉えたもの、海の中には不思議な形の生き物がたくさんいることを私たちに教えてくれます。メダカの小さな卵の中を顕微鏡で覗くと目や心臓ができていくプロセスを捉えることができます。もっと小さな世界、結核菌に対して最大の武器になったのが顕微鏡と映像の技術だったのです。顕微鏡は肉眼では見えない小さな雪の結晶を捉え、映像は一瞬で消えてしまう結晶の姿をそのまま記録しておくことができるからです。やがて結晶を人工的に作ることができるようになると雪の研究はさらに進歩しました。白血球はどのように反応するか、白く折れ曲がって見えるのが結核菌、そこへ白血球の一種が近づき食べてしまいます。ミクロの映像は物質の世界も捉えています。硬いだけと思われている金属も顕微鏡を使うとこんなに美しい結晶が見えます。映像は様々な世界を私たちに伝えてくれます。しかし私たちの周りには肉眼で見ただけではわからない現象がたくさんあります。例えば雪や霜はどのようにしてできるのでしょうか。雪のでき方を明らかにする試みは日本の低温研究の出発点といえます。そしてその時温度や湿度を変えて作られる結晶のいろいろ、雪の研究は顕微鏡と映像の協力によって初めて可能になったと言えるのです。顕微鏡映像は生物の世界でも大きな力を発揮してきました。これはプランクトンなどの海中微生物を顕微鏡で